どうもこんにちは、ウィンマンズの小出と太田です。はい、ウィンマンズチャンネルやってまいりました。イエーイ。今日は5月30日火曜日、つくば TC1000 ですね。イベントですね。いつもの TC1000 ですね、はい、朝はね、雨降ってたのね。降ってましたね。もう速攻で晴れました。ちなみに神奈川は今でも雨降ってる。あ、本当に、はい、マジでマジそうなんだ。俺たちいるところが晴れてるっていう、はい、晴れ男ですね。見てください、ダーン。お姉さんにね、来ていただいております。めちゃくちゃ早かったですかね、朝。めちゃめちゃ。ブースをね、立てていただいて、はい、結構はい、今日参加率ね、100% だそうです。あ、そうだったんですか。ありがとうございます。いつもいつも、もう、はい、そしたら、じゃあいつものようにインタビューへ行きましょう。行きましょうか。あ、どっから行きますか。行っちゃうか。一発目。どうもこんにちは。忍者スタイル。はい、忍者スタイルです。あ、どうもです。今日はなんかすごいマシンを持ってきたということで、はい、すごかったです。すごい走り、すごかったですね。ありがとうございます。見てました。初っ端見せていただいて、はい、やっちゃいました。え、大丈夫ですかこれ。なんかドリフト的には無傷らしいんですけど。あ、そうだね。でもいい感じの滑りしてましたよ。本当ですか。ほっといたんで、ちゃんと先生が良いんで。なるほどね。先生、先生今日ちょっと来てないんですけど、あのフォーミュラドリフトジャパンの小松先生に。フォーミュラドリフトジャパンのプロ、プロ、プロ、プロ。あ、これはなんか大会に出るやつですか。練習よ。今使用期間ですね。あ、じゃあ練習中ってことで、これから名を上げていくって感じですね。上げていきたいですね。車はどんな、すごいですよね、これね。もう完全ドリフトしよう。パワーとかもあるんですか。他の方に結構いじってる。いやいや、エンジンもノーマル。エンジンノーマルで、そこからですよね、やっぱりね。もう見た目で勝負でってことで。あ、ここにも。これ何、これ忍者。忍者、忍者ボーイです。あ、忍者ボーイ、忍者ボーイ、忍者ボーイ。すごいですね。まだ走るでしょ。まだ走ります。じゃあ頑張ってくださいね。じゃあすいません、またよろしくお願いします。忍者スタイルで、これインスタグラムやってますんでね。インスタも何したいし、それじゃあよろしく。すごい、かっこいいですね。危険だ。危険ですよね。すげえな。高いバケットシート。もうね、常連さんなんですよ。もうね、ありがとうございます。3人はね、もう高価な骨董品ですからね。これプロストックレーシングで作ってる車ね。ガチガチの車っすね。どこに、どこにいるんですか。あれしてるんだっけ。行きましょう。うわー、これさ、これすごいっすね。すごい音してたよね。してましたね。すっげえな。横の向け方が半端なくてさ、ゴリゴリですもんね。こういうところからさ、分かれるんだよ、全部が。かっこいいっすね。こうやってちゃんと T シャツをね。こんにちは。じゃあ、YouTube とか大丈夫っす。え、YouTube。YouTube 何やった何。あの車の紹介と、はい、お願いします。すごいですね。もうあの、ひときわ違う音がしてるもんね。そう、違うんですよ。違うの、はい、これはすごいな。これ中が気になるやつですね。わあ、うわ、アルテッツァの
はいはいはい、エンジン。アルテッツァのエンジン。へえ。中身はいじってるんですか。全然いじってないですね。うんうん、まあこれスロットルだけ。タコ足も純正で。これ純正の。カムも純正なんだけどね。ちょっとコンピューターがバカなんで、はい、VVTI 制御できないから殺してやるだけ。へー、直感ですかこれ。直感ではない。直感ではないんですか。なんかもう本当なんかすごい、ね、本当すごいですよ。鼻にカーンってくる、頭の横からカーンって伸びる音してますよね。エビス仕様ですね。エビスストラキストでさ、もう横の向け方がちょっと尋常じゃなかったですよね。見てました。一コーナーだって反対向きなの。あれ、あ絶対スピンだろうと思って、スピンじゃねえんだ。ああいう走り方なんですね。最近の流行りですね。そうですね。すごいな。もう所有長いんですか。どう、所有？所有してるこれ、うん、これはね、1年ぐらいです。1年間ね、少ないですね。そう、友人がね、作ってる途中のをね、はい、ちょっと途中でね諦めちゃったやつがあって、それを譲ってもらって完成させたみたいな。先ほど受付に奥様が来られた時に、ね、オレンジブランディングっていうんですか、はいはいはい、なんかお店のショップさんですか。部品屋ですね。部品を売ってるって言ってたんですけど、どんな部品を売ってるんですか。足回りのロアームとか、はいはい、車系の部品なんですけど、主にナックル、あ、はいはいはい、ドリフト用のナックル。じゃあもちろん T シャツとか、そういうのも、そうそう、ネットショップで売ってるんですか。ネットショップでも売ってますね。本当ですか。だいたい口コミでね、だいたい広がって、ね、そうですね、みんなにこれいいよって言ってもらって。なるほど。一応うちのチャンネルもそんなに、あの大きいチャンネルじゃないんですけど、あ、そうですか。じゃあここに貼っときます。ああ、よろしくお願いします。宣伝します。今日うちの総公開は初めてです。はい、いや、2回目です。2回目。はい、じゃあこの車初めてですよね。この車初めてです。ですよね。前はね、180で来させてもらったんですよ。はい、ですか。ありがとうございます。じゃあお仲間いっぱいいるんじゃないですか。86はそうですね、多いですね。今度連れてきてくださいよ。なかなか平日火曜日ですからね。日曜日ぐらいだろうね。え、あの軍祭とかはどうですか。ね、今度行くんですよ。あ、まあ今まで1回は行ったことあるんですけど、はい、ドリフトで。ドリフトで、はい、8月をやろうかどうか今検討中。あ、そうですか。8月ですか。8月。暑いですね。ぶっ倒れちゃいますよね。そうです。ちょっと厳しい。じゃあ一応あの9月もありますんで、11月だと2000でやるんですか。ああ、2000いいですね。2000でドリフトもやるんですか。いいですね。もうぜひ、はい、お願いします。これの車をね、はい、あのカーンと音が立つ。ああ、わかりました。頑張りました。ありがとうございます。ありがとうございます。写真撮ってさ、これも、はい、チーズ。ありがとうございます。鳥さん、上級で走ります、それとも初級、中級のどっちかで。初級ガチ無双すんの。社長、空気を運搬で行ってますので、パンツ見えてますね。トラのパンツです。生かしてますね。すごい86です、これ。もうこれ前回ですか。もう覚えてないんですよ、記憶が。セッティング撮ってます。セッティングしております。シビックですね。これウミニアンの車だね。タイプ R ニュースピードの看板、女性メカニック看板。なにわナンバーでございます。いいですね、なにわっていうのがいいですね。ウイテック。これホンダのなにわじゃないと。そしてハチマキがアリーのロケットが入ってるね。ステアリング。こんなにいじってるわけじゃないみたいな。そうですね。バッテリーが後ろにいます。こんにちは。
YouTube いいっすか。はい、ありがとうございます。いつもこの間も来ていただいて来ました。ありがとうございます。あれ今回もう1枚2メーターぐらいのを安いのがちょっと色をだいぶ合わせちゃったんですけど、カットして、ああそういうことですね。本当に鮮やかな赤だったんで、はいはいはい、最初は綺麗だったんですけど、だんだん熱とまあやられますよね。安いです。安いですよ。あれこれオートマ、オートマです。オートマなんだ。オートマで走れます、大丈夫。あ、大丈夫、全然いい感じですか。いい感じ、はい。パドルあればって感じですもんね。なるほど。もうミニ乗って長いんですか、所有は。今これで2年半ぐらい。で、前回あのリーツさん、こちらの筑波2000の走ったりとか、あとエビサキと走ったりしたり、あと袖森で走ったり。はいはいはい。はい、これライトは車外ですか、これ。これ車外です。あの V ランドってよくかっこいいの。そう、スモークめっちゃかっこいいですね。 F 型の今新しいやつを出していて、それをちょっとつけたんですけど、こう車がさ全体的に、こんにちは。こんにちは。すごい、すごいヒゲですね。もう蓄えちゃって。これさ、ちょっと。どうですか。あのドラゴンボールの。ドラゴンボールのいいですね。スポンサーだったらいいですけどね。お金が無限に。むしろ僕が逆にスポンサーなんですね。ドラゴンボールさんにお金を。はい、あ、まあユニクロスクで、はい。前回も来ていただいてます。あ、そうですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、簡単に車ちょっと紹介してもらっていいですかね。あ、いやもう、はい、アリストで。アリストでございます。はい、ちょっとさあアリストでセダンですよね。そうですね。最近高騰中の、はい、これで、グリップですか。とドリフトです。ドリフト。ちょっとヒゲがね、ヒゲが。だいぶヒゲの方にアップしてるかもしれないですけど。ドリフトですか。はい。どんないじり方してるんですか。いやもう特にいじってると言われるかって言われたらあんまりいじってないですね。うん、まああのエアクリとあともうマフラーのみですね。はい、まあ、ミッションは？ああのこれはあの乗せ替えしてもらいました。あ、ちゃんとマニュアル。え、神奈川のあのサムライスタイルさんっていうところで。おお。サムライスタイル。サムライスタイル。サムライスタイル。あのサムライさんのところで。はい。なるほど。で、忍者スタイルじゃなくてサムライスタイルっていうのがあるんですか。そう、忍者スタイルってあるんですか。忍者スタイルって今言いますよ。すみません、失礼しました。すみません。はい。すごいな。じゃあ公認で。あ、もちろん、はい、あのちゃんと車検も、はい、これは基本的にディーラーでやってるので、はい、ディーラーさん入れます。おお、はい、でも車重重いっすよね。でもね、そうなんですよね。ちょっとそれはね、もうこれ公認取りた時にあの肉字で測る、うん、ああ測りますね。測るんですよ、スペアタイヤ下ろして、はい、2トンあったっす。2トン、はい、そんなあるの。見ます、車検証。そう、車検証さすがにまずい。2トン2015キロとかが出てます。ってでも多分あのなぜか分かんないですけど、乗せ替えする前は1900何十なんだっけど、ミッション分ミッションなんか軽くなるのかなと思ったんですけど、ちょっと太ったんです。なんか太りました、ね、太っちゃったっすね。どうしたんでしょうね。ちょっと僕も分からない。ここに密集してんじゃない。心の分この分が増えたんすかね。はい、ちょっとね、そうなんですよ。あ、外したりはしないんですね。でも内装、そうですね、まああのまあ、自分の勝手なあのレギュレーションというか、あ、いつでも、はい、街乗りでも恥ずかしく、まあ、言っちゃないですけど、ありますよね。ドリシャっぽくなくあのドリシャを乗りたいですね。美学が分かります。はい、自分の勝手 なおしゃれね。まあそうですね、まあ、でも一応ドリフトしなければ、あ、ごめんなさい、ドリフトでね必要なものは一応入れたつもりです。はい、しかしいいシート入れてるね。まあ、これはあのブリットさんが、いいわ、高級シート、ブリットさんが提供してくれればいいんですけど、ね、そんなわけなく、はい、そんなわけもなく買いました、もちろん、はい、
ですか、はい、でもあの上手くなりたくって始めたので、はい、あの練習頑張ります。とにかく楽しむのが一番なんで、はい、もうそうですね。この車の重いやつをガッて振るっていうのは怖いですよね。そうですね。ある程度スピードを乗せてガッていかなきゃいけないからね。まあ、でも流れやすいといえば流れやすい、ケツは多分出やすいんじゃないかと思います。まあ、本当にすげえなんかいいっすよね、笑顔が。そうですか、ありがとうございます。素敵な笑顔で、ありがとうございます。なんか素敵だな。じゃあ、もう写真撮りましょう。じゃあ、ありがとうございます。行っちゃいましょうか。なんか来ますね。来ますか。行っちゃいます。こんな感じで行っちゃいます。はめはめはめです。はい、オッケー。こんにちは。こんにちは。あれ、Can speak Japanese? めちゃ皆さん日本語喋れるんですよね。まあ皆さんはこっちの方は日本人です。あとは全員外国人です。外国人。一応あのどこだったっけ？ポーランド。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 私は香港。香港。香港。はい、こちらの方も香港。香港ですか。香港。香港。え、どんな仲間なんですか。どんな仲間。まあ、一応そっちの方はその、成田空港、はいはい、近くにレンタカーがやっている人です。で、Facebook で見かけて、連絡して撮って、あと一応9年からどん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 少しずつそのサーキットに切って遊び感じですね。はい、そのレンタカー屋さんで借りてる。そうですね、そのポーランドさん。違うの、ジアビ、はい、ジアビ、はい、でこれレンタカー、レンタカーでサーキットジャパニーズ滞在してるわけじゃないですよね。日本語わからないですね。旅行で来てるんですか。旅行で来てる、レジャー、旅行です。レジャーで来て旅行か。彼2人は日本に来て1ヶ月前でした。来て、あとはその日本周りを回ってるんだ。回ってて、今日は最終日、明日はポーランドに戻る。今日の最終日おポーランド、ポーランドでありがとうって言われて、わかんないですね。 How do you say thank you in Polish? ジェンクエン、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  Yes, very good. ジェンクエン、ありがとうございます。もう走ったんですか。まあ、走っていたんですね。あ、これからも走ってる。どう、そうですね。ジャパニーズ YouTube。 Yeah, perfect. OK? Perfect. Yeah. OK. はい。Very nice. Wow. Yeah. 世界平和だね。国際的になってきたね、うちの。いいですね。ナショナル。ちょっとみんなで写真撮りましょうよ。はい。写真。写真撮りましょう。はい、ありがとうございます。行きまーす。撮りますよ。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、シャンプとかダンスオープンでしたかね。ありがとうございます。たぶんカーストプリン、ああランパン、ランパン、いや、ボロい、ボロい、遅い、ボロい、その日本語わかる、侮辱、侮辱してる。こんにちは、シルビア、車は大丈夫、車は大丈夫、車だけちょっと見出してもらっていいですか。ああ、だす。うわ、かっこいいなこれ。めっちゃいいっすね。屋根、屋根ちょっと待って、サンルームがなかったんで。サンルーム立ったやつ埋めちゃったってこと。そうです。あら、まあすごいね。うわ、すごいっす。なんかドリフトの有名な、いや、今日俺初めてさ他のイベントとかではグイグイ言わせて、いやいや、初めてさ、きっとね。そう、初級なんで。これのシェイクダウン。本当に。これ作り上げたんですか。ブイブイ、ブイブイ言ってそうな車ですけど、だってロールバーもがっつり入って、ワイドフェンダーですよ。もう全部ついてて、パービン、行き場に入って、入ってますね。いいな。これでドリフト初級、
マジっすか。これ上級レベルでしょ。上級っすね。はあ。すごいな。すごいな。開けていいっすか。はあ。これがプライベーターだって。なかなかプライベーターではないっすよね。これ何？あれこれ15？ 14。 いや違うわ。14でヘッドライトが15。来た。14の前期の15が来たね。これエンジンは？エンジンノーマル。エンジン14のまま。エンジン14のまま。はあ。でタービンも変わってんですか？タービン変わってないです。ノーマルタービン。超ゲート解放で超ゲート解放でこんな感じ。後ろフロアカットしてるんですね。すげえな。ゴリゴリですね。一応のさ前期のこれがいい。俺はそうですね、好きな人好きですよね。70番。顔出し NG ということで後ろ姿だけちょっとこんな感じで。 お二人で所有してるんですか。あ、違います、私が。 ありがとうございました。ありがとうございます。すいません。これ僕のお客さんで。これ結構ワンジェン、ツージェン、ワンジェン、ツージェン、ワンジェン、ワンジェン、全然もともとこんにちは。こんにちは。これ YouTube。YouTube の。いいですか。ちょっと紹介なんですけど。ちょっとだけ。ちょっとだけ。もう2台ともすごいんで。2台ともすごい。両方ともドリフトです。あ、こちらは。あ、グリップ。これドリフトしてたらびっくりですよ。じゃあこれすごいですよ。いかついですよね。ゴリゴリだ。ゴリゴリになっちゃったよ。あ、なっちゃったやつですね。中身もういじってんですかエンジン。600くらい。基本ノーマル。インプレッサで600って、はい、僕ガレージRの、はい、車両のインプレッションしてるんですけど、はい、インプレッサは、はい、まあ街乗り最強だと思ってるんですよ、はい、出だしがすごいじゃないですか、はい、ちょっといじったやつだったら、はい、やっぱりダンサーとかいろいろあるけどやっぱりインプレッサが最強だね。それの 600?すごいっすね。どんだけ速いんですかこれで。こんなミニサーキットだったら、まあ、シェイクダウンでブースト1キロしか上げないんで。おお、どれぐらいらしい。超組み上がり、できたてほやほやなんですね。それで一発目ちょっと踏んでみようかっつって、はい、ね、こちらの走行会もちょっと見っけたんで。で、ね、自分も分かんないんで、ドリフトもどんなクラスのレベルの人にとか分かんないし、はいはいはい、でまあ、車的にやばいから中級で出ないよって言って、せめて中級にしないと。お初だから僕らは。ダメでしょ、上級じゃないと。これは上級ですね。人が最近初級になっちゃったんで。そもそも。ダンサーとかさ、よくブロックも手入ってるんで。全部やってあるんですね。どこでやってるの。ブロックはこれちょっと言えないって言われたんで、企業秘密ってやつですね、はい、うわすごいな。タービンがギャレットの 25G25、 はい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 、すごいな、すごいな。ただいまの走りです。終了5分前です。もう50切りますか。まだ向こうは前の仕様なんで、うん、その時で2秒1秒ぐらいなんで、うん、今度これになってどうかなっていう感じです。すごいな、羽もあって。え、側とかは どんなのやつですか。これは松林さん、栃木の松林さんのやつ。フロントも兼ねて。フロントはこれは自分でこのフェンダー一回叩いて作って出したんですけど、足んなくてそこに貼った感じ。これは純正？純正のここをぶったいって鉄板出してる。
あ、うまい加工してますね、本当ね。これでもちょっと当たるんで、後ろがもうどうにもならないんで。すごいな。えげつないな。やっぱ本物が来ると違うね。ですね。え、どちらから来られてるの？ここから5分ぐらい。近所なんですね。そうなん、超近所です。じゃあうちの毎回のあれになってくださいよ、お客さんに。近いなら。テストに使ってください。もうぜひすみません。じゃあもう中級で走りにくかったら上級全然移ってもらって、はい、上級空いてるんで全然いいんで、上級の方が少ないし。まあ、まだ自分もこの車の動きにまだ慣れきてないんで、ちょっとまだ中継あたりで軽く流してってっていう感じで、あとでちょっともう一回ちょっと注目して見とこう。ちょっと興味津々で、すいません、見せていただいてありがとうございます。はい、チーズ。ありがとうございます。いいんすか、いいんすか、いいんすか、いいんすか。僕はあまり。え、じゃあお客さんもすぐもう近所ですか。はい、ここなんですぐ近くで、なんかあったら3号機なんで、1号機はすごいのあるんで。そうなんですね、1号機っていうのが多分そうだと思った。1号機ちょっと2号機、あ、これ2号機ですよ。今1号機は1号機ちょっとすごいやつがあるんですね。すごい、ノーマル、ノーマルって言い張る700倍です。700、そういうの持ってきてくださいよ。あ、でも俺以前こちらの会社に3人の GTS4 お世話になりました。あ、ガレージは厚木本店だと思うんだけど、あ、厚木本店に並んだはずなんだよ。4年5年ぐらい前かな。あ、ちょっと前。 GTS4、はい、3人の GTS4 純正5速サンルーフ SR 付き、もったいなかった、今思えば。こんなブンって上がるのとか。上がりましたよね、はい、本当に。あれこれ5年持ってるだけで3倍か4倍になっちゃった。本当にそうなんですよ。5台もあったってことは、あの時は5台あったから多すぎ問題だったんですね。でも今一応も結構上がってますよね。一三もそうですけど、あ、でももう、もう落ちてます。もう落ちてます。もう落ちてます。ピークは落ちてるんですけどね、基本当時仕様にしたくて。いや、めっちゃいいと思います。めっちゃ好きです。当時仕様にしたくて作りました。当時感あるのいいですね。だからあえて7点とかイン出しとかそういうのしないで、後ろだけにして椅子もつけて、エアコンもちゃんと使えるし快適で街乗りデートしよう。デートかすからね、若い姉ちゃんと捕まえて。基本ですよね。でも基本的に乗ってる隣に乗ってるおっさんだけど、おっさんだけど。って言っとかないと思う。ありがとうございます。どうぞ。ね、あれ、なんかなんかすごい、なんかどうしたんですか。走行枠間違えて自転車で来ちゃいました。うわー、なるほど。自転車枠作ってもいいですね。お願いします。いや最高だね。すいません、失礼しました。ロードバイク。あ、ロードバイクで。はぁ、さっき俺なんか変な人が来た。すいません。でも涼しそうでいいね。あ、ちょうどサイクリングビューリーだったんで、車より自転車の方がいいかな。いや、絶対大事です。自転車どこにあるの。自転車あっちに止めちゃいました。あっちに止めたんだ。こっちの方持っていくの。いやー、いい仲間ですね。はい、みんなここら辺なんですか。自分の職場の先輩ですね。あ、職場の先輩。あ、そう、最高です。の職場ですね。いや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 、先輩が見に来てくれる。しかも自転車、ロードバイクで、ね、俺も走らせろみたいな感じで。次は枠お願いします。ロードバイク枠。いや、面白い。あ、じゃあもう写真撮っちゃおうか。そうですね、スライスか。いいんで、はい、もうみんなで。あ、いいね。そっちを目指す。いいね。はい、行きますよ。はい、チーズ。ありがとうございます。楽しんでくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、このプレートなんか洒落てますね。世代オリジナルのやつがあるんですか、こんな洒落たプレートが。世代のちょっと何秒ぐらいこれで走れるのか。はいはいはい、いいっすね。運転しないの。いや、運転はまだしないです。怖いっす。次ぐらいからちょっとずつ入れたらな。ああ、本当ですか。はい、もうぜひ。やる気はあるんですよね。
ああそうですね、まあ、でもこういう先輩方がいっぱいいるんでね、教えてもらえながらプロフェッショナルが、うん、まず安全に走ることから始めて、はい、じゃないとね、楽しめなくなっちゃいますね。でも結構本当他の方のあれ見させてもらって勉強になったんで、うん、ああ本当ですか、よかったです。だってこの横に乗ってんですもんね、はい、これはちょっと早すぎるからさ、いや本当ですよね、びっくりしますよ。スイフトこれちょこっといじってるんでしょ。ちょこっとですね、ほんとちょこっとですね、足回りだとマフラーぐらいです。まあぜひ今度また来てください、はい、一緒に、ね、一緒に走れるといいですね。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。おっきた、お待たせしました。どうもこんにちは。どうも。さあ来ました、この注目のね、一番今日のメインディッシュですね、大鳥、はい、これ86結構いじってますね、バチバチですね。しかしね、まずエアロ、エアロは車外なんですけれど、これどこのやつ、あのブリッツ。あ、これブリッツなんだ、はい、これアンパネはですね、オリジナルっぽいですね。そうです、まあ、こちら の, あのステッカーに書かれてあるあのリュースピードの代表の近藤社長に作ってもらいました。リュースピードの社長の近藤社長、近藤社長に登場してもらいましょう。ここにね、いきなりあれはですよ、せーの、はい、どうもこんにちは。今日も来ていただいてありがとうございます。すみません、この間ありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。取材していただいて大した取材じゃないですけど、いや、もう十分ですよ。今日もね、お仲間いっぱい連れてきていただいてありがとうございます。ちょっと、うちからエントリーが結構、何台いるのかな、うん、?7 台ぐらい。そうですね、結構いますね。本当にありがとうございます。もう、いろいろね、あの、お車見させてもらったんですけど、ちょっと最後になっちゃって、あ、そうですか、うん、まあ、一番いじってるのかなと、まあ、正直一番あの、まあ、手塩にかけた、手塩にかけた、はいはいはい、こだわりの一層入魂って書いてあるんですね。そうなんですよ、あ誰かが何か言ったんでねステッカーになりました。なるほど、こちらの車をじゃあちょっとどんな感じなのか紹介してもらいたい、紹介してもらいましょうかね。まあ別にエンジンとかは、まあ、うん、そんなこう見た目はエアロを入れてるぐらいですか、込み入ったことはしてないんですけど、まあ、そもバケットシートにハンドル変えて、うん、シートの部変えてって、まあよくある、うんうんうん、よくあるパターン、定番パターンですね。定番パターン、定番パターン、はいはいはい、エンジンは、エンジンはエンジンルーム、まあエンジン本体はノーマルです。エンジン本体はノーマル、ノーマル、はいはいはい、ノーマル呼吸類が、あ、車高調でこれ変えれるやつだ。そうですね、手元でモニター付き、これ結構便利なんです、で便利で、まあ、エンジン本体ノーマルで2リッターとか、うん、で、去年新品エンジンに載せ替えてます。ブローしたの？エンジンブローしました。エンジンブローして、知り合いのそのドリカーナ、筑波ジムカーナ場で、バトドリって言ってちょっと対決したんですけど、それ終わった後にあのエンジンかけたら白煙がモワモワって、やっちゃったんだ。やっちゃいました。4発しました。あっちゃんちゃんちゃん。やっちゃいました。で新品に変えた。で新品です。で補給類とかハネスはそのまま全部使ったんですけど、うん、まあ、スーパーノーマルを目指して。あれでもこれエキマに変わってるんですか。いくら変わってます。エキゾーストフルで変わってるんで。これビンバンバンテージ、ビンテージって同じ。バンテージ。バンテージです。ヴィンテージは古いです。これも、もともとはバンテージ巻いてなかったんですけど、エンジン乗せ替えたタイミングで、近藤社長に一緒に巻いてもらって。あれこれ、ここ、もう、つけてるね。ライナー前、もともとこれ、新品つけてたんですけど、ノーマルを。つけたんですけど、結構ね、タイヤ型って何回も破れたんですよ。だから、一回外しちゃって、でここだけ違う素材のパネルで作り出すの。なるほどね。あった方がいいよね。あった方がいいです。あった方がいいです。で、そっちはあるんですよ。こっちはありますね。そっちはね。結構ぶっ飛ぶんで。これで馬力はアップできてるんですか。いや、前よりかは落ちてます。だいたい5、6馬力は落ちてます。前が194とか、それぐらいでしょう。そうですね。まあ、係数 1.2 入れて、ダイナパックで206とかだったんですけど、この前、係数 1.1 で、ケースなしにして、なるほど、そしたら197、200いかないぐらいでした。
まあでも走りのタイムとかはまた馬力とはちょっと違いますもんね。そうですね、必ずしも直結するものではないんですけど、まあでもあった方がいいはいいんですけど、ね、進むんで。え、これはグリップの中級、はい、上級、上級ですか。何秒いくの。今日はタイム出なかったです。そう、今日はなんかいろいろリズムが良くなくて、はい、一応ニュータイヤとかも準備はしたんですけど、マジっすか。まあトータルバランス的に、まあ、ニュータイヤだから速いっていうのはちょっとなくて、ちょっとまあセッティングが煮詰まんなかったのかっていうのが正直なところです。でも結構このファッションからすると、サーキット走り慣れてるのかなって感じですよね。いや、ぼちぼちです。ぼちぼちですか。うわーすごいですね。まあね、セッティングどの子のって話になると結構責任あるんですけどちょっとね、直前のメンテナンスしなかったんで。なるほど。まあでも楽しめば、とりあえず、まあ、一応無事に楽しんでください。そう、はい、やれば全然いいんじゃないでしょうか。まあでもいろんな仲間、ここら辺なんですか。あ、僕地元下妻で、あら、この音が家から聞こえます。本当に、はい、マジ近いじゃないですか。だからお昼とか普通に家に帰って飯食ってます。そうですか。はい、じゃあうちのイベント時あのケータリング食べに来てください。ああ、はい、よく2000のあのもつ煮定食とか食べに来てます。ああ、本当、はい。いいよね。食べに来て帰るっていう。じゃあもう小さい頃からこういうモータースポーツの音を聞きながら育ってるんですね。いや、実際にこのサーキット場に来たことはなかったんです。うんうんうん、正直うるせえなぐらいしか思ってなかった。いいわ。免許取ってからって形ですね。まあでもずっともう社長のところにお世話になって、ああもうごますりながら生きてますごますりながら生きる大切ですよねまあもちろんです。ごますり大事です、はい。ごますったら何か出てくるんですか。まあ多少は多少はありがとう。あれ社長も走ってんでしょ。今日中級エントリーなんですけど。車はこれです、シビック。あ、こっちか、はい、こっちのシビックね。結構やっぱりこの滑るか滑らないかのツッコミとか、そのハラハラのドキドキ感がたまんなくないですか。いやもうたまんないっすね。そこね、楽しめないんですよ。楽しめない、そこを楽しめない。恐怖が勝つ。そこを楽しめなきゃショップの 社長として成り立たなくないですか。いやちょっとね、いや厳しいな。安全性、近藤社長腕確かなんで、あの早く皆さんビュースピードに来て、そうです、正しい方向にクラ持ってってもらえれば。ありがとうございます。結構ケチなんでだからコスパいいとかどうのこうって言うんですよ。まあでもケチ大丈夫、だあの大事ですよね。そうですよ、まあ、それは建前で、あの優しい人なんで、まあ、ちゃんとやりますけどね、はい、うん、ちゃんとやります、ね、ありがとうございます。でも本当にね、あの今日いっぱい連れてきていただいてありがとうございます。毎回ちょっと声かけさせてもらいます。いや本当はね、僕来てる場合じゃないんですけど、ちょっとまあ、ね、せっかく枠いただいたんで、あと、まあ、いいかなと思って。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ちょっと写真撮りましょう。はい、チーズ。こんにちは。なんか暑い中すいませんね、みんなで携帯これは3人お仲間ですか。そうですね。あれ3台ロードスターと、今日2台です。今日2台だ、はい、FD と、はい、FD とロードスター。 FD は誰ですか。私のです。FD、うち山梨。山梨です。山梨から来られてる。そうです。本当ですか。本当ですよ。ありがとうございます。めっちゃ時間かかりますけどね。ドリフト？ドリフトですね、今日は。やってました。見ました。見てました。見てました。ロードスターも。ロードスターもそうです。中級。とりあえず TC 戦初めてなんで、はいはいはい、中級で。あ、なるほどね。じゃあちょっと2台とも車紹介してもらっていいですか。簡単に。そうですね。ロードスターは？ロードスターはこれ NB。NB ですね。NB ですね。NB の前期。これちょっといいですかこれ。あ、これ入る。おい。NB、 なんかすげえ車高が上がってんな。そうですね、これドリフト仕様だから上げるんですね。ですね、なんか上げた方がいいって聞いたんで。中身はいじってんですか。中はいじってないです、エンジンノーマルです。え、やっぱりロードスターでもドリフトできるんですか。一応楽しいですよ。フロントだけ何こう、はい、ちょっとはみ出せてハの字切ればいいの。いや、そうなんですかね。俺 NA 乗ってんですけど。あ、そうなんですか。 NA でもできるってことですか。多分あのほぼ同じなんでできると思います。
後ろだけなんか滑りやすいタイヤ履いてるとか、はい、そんな感じ。普段はそうなんですけど、今日ちょっとタイヤ待ってたんで、グッドイヤーのちょっと食うやつを。なるほどね。で一応バケット入れて、はい、本当にじゃあノーマルなんですね。ほぼノーマルですね。フロントだけ足回りやって、あとデフ入れたぐらいですね。なんで労働したんですか。安いからです。さすが。確かに。安くて遊べられる。そうなんですよね。高くて遊べないの。そうですね。もともと ZN6 の86の持ってたんですけど、何回かぶつけちゃって。でも同じような感じの車86ってなるちょっと違うか。86よりももっとなんだろう動き速いですね。あクイックな感じなんですね。そうですね。そうすごいね。もう、まあ、ゴーカートみたいなもんです。ゴーカートそんな感じです。そっかそっか、はい。じゃあもう今日一日楽しんでください。もう雨だけどね、はい、晴れたんで、ね、晴れたんで。そうですね。雨予報が晴れる、はい、すごいことだ、はい、よかったです。皆さんちょっと楽しんでもらって、はい、よろしくお願いします。一応これ参加賞です。ありがとうございます。ありがとうございます。あすごい。じゃあ次 FD 行きましょう。一応彼も FD 乗りなんですけど、僕のはグリップですけど。これもグリップ仕様で、はい、あそうなんですか。え普段でも V マウントじゃん。そうです。なんか一回買ってから、はい、ちょっと走ってたら高速でエンジンブローしちゃって。あーしますよね。しますよ。オーバーホールもして。そうです。でその時にやっぱり走るならやっぱやった方が、絶対ないと水温だなんだってどんどん上がるんで、この辺はもう。だからやっぱ吸気温が低い方がいいって聞いたんで。そうですね、はい、そこは間違いないです。ロータリーはすごいインタグラだね。この分厚い HK のやつ。もう食パンみたいな。本当ですよね。めちゃくちゃ分厚い、タービンもノーマルで。タービンもノーマルです。ちょっとブーストアップで、はいはいはい、350。ショップさんはどこでやったの。山梨のファーストウェイっていうショップさんでやってもらいました。オーバーホールとセッティングとやってもらって。はい、いいですね。なんかまあそうです、安心して走れる仕様って感じですね。山梨だと2時間ぐらい。そうですね、2時間ぐらいで高速で来れます。そうか、じゃあそんなに遠くはないか。そうなんですよ。そんな遠くないです。富士に行くぐらいね。こっから神奈川帰るぐらいな感じです。エアロもこれどこのエアロ、これ。あこれがですね、風間王と。風間王さんだからが安く売ってて、前のバンパーちょっと割っちゃって、バンパーは消耗品なんでね。そうです。これ6型じゃん。そうです。最終？最終です。うわ、どんな話しちゃったの。すいません、剥がしちゃいました。一応お客さん、この車は、はい、めちゃめちゃいい高い車ですからね。いや、そうです。分かってます、分かってます。相当高いですからね。それちょっと認識しといてもらって、変にぶつけたりして、はい、マツスピシート、すごい。ついてたんで、ありがたい。マツスピートシート高いんですよ。ちゃんと内装とかちゃんと取ってあるんだ。ちゃんと取ってあります。それは。そうなんですよ。エアコンも取っちゃったけど、取ってあります。ああ、じゃあ大丈夫。いいっすね。ありがとうございます。まあ本当にね、初めて言うっていうことで、まあ、貯金箱です。今日一日楽しんでもらって、はい、最後はいろいろ抽選会あるんで、ちょっと3人みんなで写真撮りましょう。あ写真車の前で、車の前でいいね。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。これ、はい、前回来てたね。来てましたね。インタビューしましたね。そうそう、その危ないやつ覚えがあるっす。ちょっと女子会してます。女子会してます。女子会中。女子会してます、ね、女子会。この車のオーナーでございます。こちらの車のオーナーさん、はい、リアスピードから唯一ドリフト枠で出てる。あらおいいっすか、これ。適当で雑。どうもよろしくお願いします。はい、今日は初めての。今日初めて。 ありがとうございます。ユーススピードさんの紹介で。紹介でありがとう。これはこれは客のマーク2。チェイさんマーク2。チェイさんマーク2マーク2ですね。僕も車屋さんですけど、マーク2もチェイさんもよく分かってねえです。なんか一緒じゃねえみたいなの思ってるっす。ドリフトですね、これ。ドリフト初心者です。初心者。まあ、コース初めてです。あー、なるほどね。
なんかいじってんですか？いじってんの。パッと見足回り？足、車高調と、うん、あとこの間流スピードで、はい、インタークーラーとオイルクーラー。あー多分取材来てた。取材してるやつあれか。はい。なるほど。取材行った時にこれインタークーラーつけてた。動画に映ってたやつですか？社長がね、ちょっとあそこにちょっとね、メーターもつけてもらって、ね、ラストつけてました。そう。中身はさ、そんなにいじってないですよね。シートも変えてないんで、全然。あーシート変えないと乗りづらくないですか？結構やばいですよね。吹っ飛びそう。うわぁ、落ち着いて今日は。でもマニュアルでしょ、乗せ替え？いや、これ純正で。純正のマニュアルだ。でそのままです。まあまあ。まあレアですからね、うん、そもそもマニュアルが。純正も珍しいですよね。え、お住まいは？春日部です。あ、じゃあ近いじゃないですか。近いんで。あ、実際初めて行ったの？他の壮行会は行ったことがある？壮行会っていうか、まあ、フリーの。あーストリートですか？いや、恵比寿とか、恵比寿サーキットとかの。恵比寿とか走るのすごいね。あの、くるくるランドなんで、はいはいはい、全然。で、また、八の字とかできたくらい。店のドリフトも珍しいですよ、うち。あんまり。あんまないんで。他やってないですもんね。そうですよね。じゃあ皆さんお仲間に伝えてください。1000でやってるぜ。1000で俺紹介してやるよでいいから。偉そうな感じで。ありがとうございます。この BRZ、 はい、車紹介お願いします。こちらね、あのそこのつなぎの方のね、リュースピードさんでお世話になっている BRZ で、はい、そうですね、こだわりのポイントはあまりないんですが、あのこれが珍しいですね。タイヤ？いや、キャリパーです。確かに。これが GC8 の純正なんで、フロント4ポットらしいです。つくんだ。らしいです。いや、多分4ポットですよね。そうですね。タイヤ安タイヤ？これベータ02ってやつですね。もらい物です。すごいリッチだね。あー、食うんすけどね、宝の持ち腐れでしたね。あとはそんなに車庫帳とか生きてるんでしょ？車庫帳は一応格安なんですけど、テインのフレックス A が入ってて、マフラーが中間からレボリューションの一本出し。あとはデフがクスコのLSD、あ、そうですね、あのバケットシートはこだわりです。あれかっこいいですね。これはあの2万円でヤフオクで買った新品シート塗装しました。塗装？はい。でもあれあそこ自分で書いてますね。あのちょっとあれお願いすると書いてくれるショップがあるんですよ。そう、ここです。ここにお願いすると書いてくれる。ここにお願いすると書いてくれる。そう、マキタって書いてくれるんで。リュースペードってやつ？あ、リュースピードです。この間取材来たじゃないですか。はいはい。取材、そうですね。ニッチャーって感じです。車楽しいですか？いや、楽しいですね、ニッチャー。若い子がね、増えるといいですね、ニッチャー。あ、お客さんは？あ、自分の方は、うん、あの、あそこの白の86。白の86？ ああ。なんだ川地。お、なんかすげえの来た。あ、やばい。あ、やばい。青木さん取られる。青木号が。じゃあちょっと86行こうか。あ、いいですか。行きましょう。申し訳ないです。あ、ちょっと待ってください。あ、そう、参加者です。そうですね、自分の86の方を。あ、そうです、28番の。あれ、結構 GTM とかついちゃったしね。そうですね、バチバチじゃないですか。もうこれは走行会。そうですね、来てますね。はい。あれ、でもうちの走行会は初めて。そうですね、うちも。はい、ありがとうございます。初めてで、ちょっと紹介してもらって。何してんすか？これは NA チューニングですね、簡単に言うと。あ、これ持ってなくて大丈夫？あ、大丈夫ですか。この一応あのレボリューションさんの、はいはい、あの吸気と排気がついていて、まあ ECU まできっちりとやってもらって、一応8500回転ぐらいまでは回せるような仕様になってます。8500回転、だいぶ回りますね。だいぶ回ります。乗せながら。あ、そうですね、動き乗せながら。吹き上がりもだいぶ違うんで。そして8000ぐらいまで音域がまた違いますね。そうですね、音域が違うんで、はい、楽しいよね。それが楽しいですね。じゃあ86どうですか、乗ってみて。いや、気持ちいいですよね。自分の言う通りに動いてくれる部分もあれば。あ、はい。オートマなんですよ。
実はオートマ、実はオートマなんです。オートマなんですね。オートマでオートマでここまでいじってると逆に面白いんじゃないかなと思って。どうなの、どこオートマで、はい、パトロシフトみたいな、ないもんね。これわざとパトルなしでやってますね。手動で、手動で、全然乗れるんですか。乗れますね、全然問題なく。下手したら多分自分がマニュアルで運転するよりオートマの方が早いんで。はい、まあなんかそうですね、あるあるっすよね、あるあるです。オートマの方が早い、オートマの方が早いって。オートマさんすごい良さそう。ちょっとあ、はい、おお。いいね、あのエケマニからキャタライザー、まあ、中間の方までは、フルチタンになってまして、でテールエンドのみステンレスにして。うわ、トランクまでカーボンだ。はい、お金にお金かけてる。そうですね、そこまでちょっときっちり回したくて。車遊びは楽しんでますね。車遊びはしてますね。はい、